んだぞ。コブン、そんなに慌ててどうしたんだぞ。さては宿題し忘れてエースにでも移させてもらうつもりだろう。俺様も混ぜるんだぞ。オレ様置いてくんじゃねえ。何なんだぞ、じっとグレートセブンの石像なんか見て。この茨の魔女ってやつの石像に何かあんのか。この石像に彫られてる文字、トレインの小テストの範囲とかだったっけ。なになに。魔の山に君臨する茨の魔女、雷雲や茨を操り、何者にも覆せない魔力を持つ。多くの配下を従えながらもここを愛した高尚な魔女。魔の山に君臨する茨の魔女、雷雲や茨を操り、何者にも覆せない魔力を持つ。多くの配下を従えながらもここを愛した高尚な魔女と彫ってある。そして我がディアソムニアは彼女の高尚な精神に基づいたようだ。様に何という口の利き方を。こちらにおわすお方は茨の谷の次期当主であり、高尚たるディアソムニアの領長、そして気高き夜の眷属の王者となるお方、マレウス・ドラコニア様であるぞ。無礼を伏して詫びよ、人間。わっ、こいつ文化祭の時にコロシアムにいた声がうるせえやつだ。若様の忠実なる臣下、セベク・ジグボルトだ。そんなことよりまずは若様に無礼を詫びろ。いい、セベク。その人の子に角太郎というあだ名を許したのは僕だ。なんと。そうでしたか。さすがは若様、お心が海よりも広くていらっしゃいます。セベク、まずは先走って一方的に怒鳴ったことを謝罪するべきじゃないのか。マレウス様のご友人に突然無礼を働いたのはお前の方だぞ。ぼーっと突っ立っているだけの貴様に言われたくはないぞ、シルバー。なんだこいつら、この前よりもずっとうるせえんだぞ。人の子よ、茨の魔女の伝説に興味があるのか。僕が知っていることであれば教えてやろう。仲間外れ。貴様、誉れ高きグレートセブンに何ということを。茨の魔女は何者にも負けない魔力と高尚な精神を持っていた。尊敬されこそすれ、のけ者にされるはずがない。それはどうだろうな。彼女があまりにも優れた人物だからこそ恐れられ、遠ざけられることもあっただろう。尊敬は畏敬になり、やがて畏怖となる世の常だ。そのような理由で茨の魔女を恐れる愚か者など道端の小石も同然です。気に留める価値もありません。若様にくだらない質問をするな、人間。こいつ、さっきからなんでこんなに偉そうなんだぞ。お前は茨の魔女じゃねえだろ。セベク、それくらいにしておく。まずい、遅刻じゃ。まずい、遅刻じゃ。リリア、どうした、そんなに慌てて。
昨夜寝とげ友達とゲームで盛り上がりすぎてな、おかげで寝坊してしもうた。シルバー、なんで起こしてくれんかったんじゃ。俺は起こしましたよ。3回目。そもそも俺に期待しないでください。寝起きには不安があるのは知ってるでしょ。髪も寝癖だらけだ。お前なら身支度も移動も魔法で一瞬だろう。まだ寝ぼけているようだ。そんなことよりマレウス、今日の1限目、わしら3年生は行動に集合だぞ。忘れてはおらんだろうな。あの集まりは今日だったか。まったく、その若さでボケられては困るぞ。3年生は本日何か特別な授業があるのですか。うん、ナイトレイブンカレッジは4年生になったら学外に研修に行くじゃろ。今日はそれについてのオリエンテーションがあるんじゃ。研修が始まるのは新学期に入ってすぐ。すでに花のつぼみも膨らみ始めており、そろそろ準備をせねばなるまい。そういえばトレイが文化祭の時そんな話してたんだぞ。予定です。急ぎましょう。マレウス様、リリア先輩。ああ、人の子よ、茨の魔女について知りたいならディアソムニアを訪ねてくるといい。僕がもっと詳しく教えてやろう。ではまたな。おい人間、マレウス様が優しくしてくださるからといって調子に乗るなよ。本来ならば貴様のように平平凡凡な民草が軽々しく声をかけてよいお方ではないのだからな。うわ、前見ろよ、マレウスドラコニアご一行だ。急いでるのにマジか。追い抜かしただけで呪われたりしないよな。さすがにないだろう。でも確かにすれ違うだけで緊張するよ。ドラコニアって世界で5本の指に入る化け物クラスの魔力を持ってるんだろ。なんで魔法師養成学校なんかに入学したんだか。もう学ぶ必要ないだろう。さあな、あいつ普段から何考えてるかわからなくて怖いし。去年ドラコニアと同じクラスだったけど1年間ビビり倒してたもんな。万が一にも目をつけられないようにずっと存在感消してましたわ。お前は消してなくても存在感すげえ薄いだろ。3年生の皆さん集まっていますね。ではこれより4年次に行われる学外研修のオリエンテーションを始めます。必修科目ですからね、よく説明を聞いておいてください。では手元のシラバスの1ページ目を開いてください。研修は進級とほぼ同時、9月からスタート。研修期間は1シーズン約3ヶ月。1年間で最大3つの研修先を選ぶことができます。1つの研修先で3シーズンをディープに過ごしてもよし、1シーズンずつ別の研修先へ赴き、様々な体験をするのも良いでしょう。研修先は我が校と提携している企業や研究施設、財団法人などですが、どれでも自由に選べるわけではありません。皆さんの選択科目、取得単位、成績などで選べる研修先は異なりますのでご注意ください。面接の他に特別な試験を突破しなければ採用されない場合もあります。詳しいことは資料巻末にある研修先リストに書いてありますので、よく読んで申し込んでくださいね。いいですか。決して遊び半分で研修先を選ばないように、1シーズンごとに研修先から B 判定以上をもらうこととレポートの提出が必須です。両方揃わないと単位は取得できませんよ。3シーズンのうち2シーズンの単位を取得できれば卒業試験に挑む権利が得られます。何よりも皆さんの進路を決める上で大切な一歩です。よーく考えて決めてくださいね。では。
うわ、ついにこの時が来たか。これだけたくさん候補があるのに3つまでに絞らなきゃいけないなんて、どうしよう。申し込みは先着順じゃなく面接や試験で決まる。人気の研修先は倍率も高くなるっていうし、早めに候補を絞って対策を立てておかないとな。卒業後に進学希望か就職希望かでも選択肢変わるよね。トレイ君って進学考えてる？俺は就職の予定だよ。大学に行ってまで突き詰めたい学問もないしな。パティシエの国家資格は取るつもりだけど、働きながらでも資格は取れるし。ってことは食品系の企業とか？その予定だが、農業関係の研究施設も少し気になってる。サイエンス部でも俺は肥料や品種改良について研究してたんだ。美味しいスイーツを作るには食材の質も大切だろ。なるほどね。専門的な研究施設が特別に学生を受け入れてくれるのも、ナイトレイブンカレッジの卒業生が就職先で優秀な働きを見せているからだからな。これを在学中に利用しないのはもったいない気がする。あーね、普段意識すること少ないけど、リストを見ると確かにうちって名門なんだなって感じ。エンタメ、 IT、 食品、玩具、海洋調査や遺跡発掘、マジフトのプロチームまであるもんね。そういうケイトはどうするんだ？進学はしないよな。ちょっと、その決めつけは失礼なんじゃない？ま、実際進学予定はないんですけど、俺勉強あんま好きじゃないしね。行くとしたらエンタメ系企業かな。雑誌とか映像作りにはちょっと興味ある。あ、テーマパーク運営企業なんてのもあるんだ。ショーやアトラクションの企画。へえ、面白そう。エースのお兄さんは研修先にそっち系の企業を選んでそのまま就職したらしいぞ。そんな風に最初にこれだってやつ選べたら最高だけどね。最短3ヶ月で研修先を選び直せるとはいえ、全然自分に合わなかったらきついし、合格もらうのだって厳しくなる。悪い評価が出たら将来にも響くじゃん。そうだな。それに一つ目の研修先が肌に合っていたとしても、同じ場所で3シーズン続けるか、視野を広げるために次シーズンは別の分野にチャレンジしてみるか、その選択も迷うところだよな。それ、迷う、めちゃくちゃ迷う。こんな時は他のみんなの話も聞きに行っちゃおう。うちの生徒はどいつもこいつも悪が強いから参考になるかはわからないが、せっかくの機会だし聞いてみるか。まず話が聞きやすそうなのは、ルーク、ビル、ちょっといいか？やあ、バラの縛り絵、それに無臭マジカメ、どうかしたかい？いや、研修先選びに迷っちゃって、参考に話聞かせてほしいなって。学園長も言ってたけど、個人のスキルによって選べる研修先は違う。他人の話を聞いたって優柔不断に拍車をかけるだけじゃないの？それはそうなんだけど、あくまで参考までにね。ビル君はやっぱエンタメ系？それとも進学？1シーズン目は映画スタジオに申し込もうと思ってるわ。魔法薬学の研究にも興味があるけど、進学は今のところ考えてないから。そうなのか？ええ、ナイトレイブンカレッジに入学して3年間、仕事をセーブして学業に打ち込んできた。その中で自分と向き合って気づいたけど、やっぱり私の夢は私の考える最高の美しさを表現することなのよね。だから2シーズン目以降も自分の夢に役立つ研修先を選ぶつもり。やば、かっこいい。芸能雑誌のインタビューかと思った。夢を見据える鋭い瞳、実にボーテだ、ロアドポアゾン。9月からは君の美を一番近くで見られないことが残念でならないよ。見られないってことは、ルークはビルとは別の分野を選ぶのか？ウィー、私は考古学の研究施設を考えているんだ。遺跡調査に興味があってね。マジ？遺跡調査って映画みたいに遺跡の中で大岩に追いかけられたり、奇跡の力を持つ泉を探したりする系？
そういうドラマティックな展開も憧れるね。さすがにあれはフィクションだろ。でも古代の遺跡にはまだ未発掘の魔法文化財が多く眠ってるっていうよな。実際考古学というのは水で石をうがつような辛抱強さが必要な学問だ。私は将来我慢強い方ではないのだけれど、ステュークスの一件で嘆きの島に訪れ、自分の見ていた世界の狭さを思い知った。それ以来この世界にはまだまだ隠された眠ったままの美が数え切れないほどあるんじゃないかという考えに取りつかれているのさ。私は今その全てを暴きたい。この目で見てみたいという好奇心が抑えられない。そうか。じゃあルークは進学も視野に入れつつ研究施設への研修志望ってことだな。いい。トレイ君、よくあのテンションのルーク君にフラットに返せるね。ただの慣れだよ。ルークは部活中もずっとこうだからな。ち、ギャーギャーとうるせえな。騒ぐなら俺から離れた場所でやるよ。昼寝の邪魔だ。